皆さんおはようございます。衆議院議員の原口和弘です。第210国会臨時会が開会して2日目の朝です。昨日岸田首相のですね、所信表明についての所感を配信しておきましたが、何も起こらないこの数十年があって、この数十年が起こる数週間があるという、あのレーニンの言葉をですね、今思い出してます。まあ本来はこういう意味に使われたんじゃないと思いますけども、ちょっと今を予感させるようで非常に危機的に思っています。というのは、例のノルドストリーム1、2ですね、これの攻撃、もう今世界で様々な議論がされています。アメリカの主要メディアはこれはまあロシアがやったんだということですが、まあアメリカの中でもいわゆる共和党系というか、あのマガのですね、マガの支持とはもう言えないかも分かりませんけども、フォックスニュースの有名なあのキャスター方は、あのそれはもしかすると自分の国が関わったんじゃないかということを言っています。まあとんでもない、誰がやったにしろですね、とんでもないテロですね。でそしてそのもう冬に向かう季節で、結局バイデン大統領が2月の、まあ、こちらで言うと8日、向こうの時間は7日だったと思いますけども、おっしゃった言葉やブリンケン長官の言葉を見てみても、やっぱり戦争の背景にはそのエネルギーをめぐる権益、エネルギー権益が過去の歴史を振り返ると非常に、まあ、如実に現れてますね。で、どんな言葉を言ったかというと、そのノルドストリームがなくなることは、この天然ガス、シェールガスの生産で大変優位を保つところのパイプラインがなくなるわけですから、それに代わるアメリカもすごいエネルギー産出国ですね。ただそのヨーロッパに持っていくためにはパイプラインっていうわけになかなかいかないらしくて、液化天然ガスにするんだそうです。液化天然ガスにして、でそれをタンカーで運んで、そしてヨーロッパまで持っていくと。日本もそうですね、あのサハリン1、サハリン2、これからエネルギーを取るとですね、非常に安価に、しかも良質なエネルギーが取れるとされています。でこういうことが複雑に絡み合って戦争が起きてくる。で必ず日本のメディアにはロシアの一方的、併合という言葉が出てますが、ロシアの下院を通ってそして上院で審議をされるというのが今日の今なんですね。で何を私がずっと申し上げているかというと、第二次世界大戦の導火線は絶対、第三次ですね、第三次世界大戦の導火線は絶対に壊しとかないといけない、そのことだけを申し上げているんですね。でエネルギーがなんでこんな風に戦争の背景に出てくるかというと、まあ、エネルギーがなければ国民生活も成り立ちませんし、それから戦争そのものもできない。日本が ABCD 包囲網にでギリ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 やられて、最後は生存のために戦争を仕掛けていくという、そういう過去の日本の状況を見てみても、仮に日本国内で全て賄うことができていたらですね、
あの戦争は起きなくてよかったんじゃないか、起こさなくてよかったんじゃないかという人までいますね。おっと、ここにもスズメバチが、まあ、花の蜜を吸いに来たのか、花にいる虫を狩りに来たのかわかんないですけど、で、私が緑の文献改革を言い、エネルギーの地産地消を言っている、クリーンなエネルギーにして大規模独占集中搾取のこの状況をですね、小規模分散共同共生のエネルギーにしようというのは、まさにそういう何千年も その人類の置かれたエネルギーをめぐる争い、奪い合いですね。それから人類を自由にしたいと思ってるからなんですね。昨日もある方と蓄電池技術のをどうやって進めるかっていう話をずっとしてましたけども、エネルギーを貯めることができれば奪い合いっていうのはそれだけなくなるわけですね。どうしてもこう奪い合う、共有し合う、それはないうことができないっていうのは、エネルギーそのものが莫大な富であり、そして莫大な権力だっていうことを本能的に知ってるからでしょうね。で、この数週間を非常に注目深く話をしてます。で、核廃絶のこともアメリカの友人たちにも言ってますが、彼らもなんていうかな、もう中にはお尻に火がついていて、このまあすごいインフレと、それから市場のが荒れてるんですね。中にはまあ数少ない私のあの大金持ちの友達って本当に少ないんですが、その中にはものすごい額の、資産が吹っ飛んだって言ってる人もいますね。それほどやっぱり変動してるんですね。あの EU の委員の話昨日しましたね。あのサンキュー USA っていうツイートがものすごい世界で拡散されて、ノルドストリーム2のあの爆破、あの水中ドローンで行われたらしいっていう記事を見ましたけど、まあ、なんで行ったのか、あれだけのことをやるからにはですね、その周りをそんな単独で何かやってっていう形じゃ無理だと思うんですね。で、まあそれに対してサンキュー USA と、あたかもアメリカが犯人であるかのようなですね、ツイートをされていたということで、あのものすごい反響をしたんで、もう削除されていますけど、本当にこの今を慎重にやらないと、一刻も早くこの戦火を消すようにですね、まあ今日もどこどこを奪還したと、まあそれはあの西側にとっちゃ悪いニュースじゃないですね。だけど冬が来るときに強いのは、冬を耐え忍んだ人間ですよね。耐え忍んだことに慣れた国ってありますよね。私ロシアに行ってみて、あの文学が何で生まれるのか、あれほどのその音楽もそうですね。アメリカに行くとですね、その私も実際にお話をさせていただきましたが、ロシアから亡命されてきたあのもう本当に天才のような音楽家の方とお話をさせていただいた、まあ天才のようなんじゃなくて本当に天才ですね、神様から選ばれたような。で、そういう方は、まあ、どの国にもおられるけど、ロシアのそのから来られた芸術家、またちょっと全然違うなって思うんですね。で、それは耐え忍ぶ力で、冬エネルギーがなくなってくる。で、今回のそのノルドストリームの破壊は決定的にその NATO の中に亀裂を入れてしまったんじゃないか。その8ヶ月前に大統領や
国務長官がおっしゃってたようなに、そのノルドストリームが仮になくなったとすると、というか今まあ現実に動かなくなってるわけですけど、損害を被るのはロシアだけではないですね。まあ、ロシアはあの自分のところのパイプラインですから、そのバルブを閉めればいいだけの話ですけど、売れなくなるダメージはありますよね。でもそれを供給されているところ、その供給されているところは止まったもんじゃないですね。その供給が止まってしまえば、産業そのもの、中小企業に至るまでですね、ものすごいダメージを受けるわけですね。そうすると国内の世論が持たなくなってくる。あの耐え忍ぶ国と戦うときは、彼らが持久戦に持ち込もうとしてるときにの歴史を学んだ方がいいと思うんですね。持久戦に持ち込めば、まあ、柔道もそうですけど、その寝技の得意なあの人は持久戦も強いですよね。それはあの持久戦に持ち込むと自分の有利な土俵が待ってるっていうことを知ってるからですね。でその辺のことをですね、まあ、考えながら昨日もあの友人たちとああでもないこうでもないって議論をしてましたけど、ちょっとなんていうかな、世界の中が非常にこう内向きに閉じ始めてるっていうのは、グローバリズムとかその民主主義とか言っているその裏にあるものがもうバレてきてるからですよね。あのトランプさんが仲介を申し出たっていうのはすごくいいことだと思います。でもそれは今の政権からすると、自分たちにあの能力がないっていうことを言ってるっていうんで、中間選挙前にそれを今の政権があのトランプさんに、特使を頼むかっていうと、まあ、それはほとんどありえないことじゃないかなと思います。まあ、昨日第210国会の臨時会の開会が行われ、まあ、私は決算行政監視委員長としての最後のあの場面ですね。でそれはあの委員長会議、議長副議長をご臨席いただいて、議運の山口委員長の下でですね、各常任委員会の委員長が集まって会議をやるんですが、このあの国会の会期等をですね、そこで議論するわけですが、それが昨日は最後でした。まあ、昨日も申し上げましたけど、本当に今までたくさんの方々に支えていただいて、まあ、特に委員部、もう名前は言いませんけども、本当にもう同志中の同志、すごい決算調査室の調査能力、引き続きあの委員としては残ることができるようですんで、私も頑張りたいと思いますが、まあちょっと胸に込み上げてくるものがありましたね。でもその中でもちょっとその本会議の様子はまあ一変していたと昨日もあの報告をいたしましたが、やっぱりこう与党が上っていく坂にある時には、後ろの後ろっていうのは奇数の多い当選回数の多い人たちも結構拍手してるんですよね。それはそうです、自分のところの首相ですから。ところが昨日はもう前と後ろが本当にこう明確に分かれていて、で初心を聞いていても具体的なところがなくて、それで来年の6月をめどにまとめますとかいうのまであって、あるいはその円安のメリットを利用したっていう文言もありますよね。ちょっとあの速記録を確認しないと本会議のことですから滅多なことは言えませんけども、って思うところが、そうするとってやっぱりあのこういうコロナですから声を発してすることはあれですけど、あれが
コロナでなければもっと大きなあれになったでしょうね。これ誰書いたのって、誰がこの初心を考えたの。もちろん総理がお考えになってですね、それを各省肉付けしてったんだと思いますが、びっくりするような文章がいくつも。私にとってですよ、皆さんにとっては普通かもわからないけどもあって、五輪のことについては一言も書いてないですね。で、ある有名な科学者の方がその国葬儀とかをなんとかを国会でばっかり、そのそればっかり国会で議論するのは時間の無駄だみたいなことを書いてありましたけど、まだ1ミリの審議もしてないですからね。議運でやったあれだけですよね。でしかもそれは与野党が合意してやってるわけです。でここがよく理解をされてないのは、国会は委員会主義っていうのを取ってるんですね、日本の国会。つまり週3で私が委員長をしてたような委員会が今17じゃなかったかな、それだけあって、州と3、まあ完全に対応はしてませんけども37、34、それに特別委員会っていうのがあるわけです。でその委員会でそれぞれ審議をしてるから、たとえ国葬の議論がこれからあったとしてもですね、それはそれこそ34分の1の委員会、あるいは34分の2、もちろん予算委員会でも審議しますから、もっと大きな幅になるでしょうけども、それにしても10分の1にも満たないんですよね。でそのことはよく分かっておいてほしいですね。国会のなんていうかな、仕組みっていうのはあんまりその学校で教わらないですかね。だから有名な研究者の方でさえ、そのテレビに出た審議がまあほとんどであるかのように思ってしまわれるんですね。でそれは逆に言うと問題の本質を隠してしまうんです。昨日も旧統一教会のことと、すっぱり縁を切るっていう、そういう話にはならなかったですね。九州の方でですね、放送されたのが YouTube でその放送局のあれが載ってますが、私の友達、当選した隣の選挙区の立憲民主党の人なんか呼び捨てにされてましたね。そしてもう勝ってしまったと、なんかその続きがあるそうなんですね。漏れ聞いた人が言うには、佐賀一区もは私は呼び捨てされてなかったそうですけども、ありがとうございます、原口和弘さんが勝ってしまいました、立憲が勝ってしまいました。でも133票差ですから、私がもっとちゃんとどこどこの方々に、なんとかさんを頼めばこんなことにはならなかっただろうという内容らしいんですね。次は必ず勝たせていただきますね。それを聞いた時にやっぱりなんかゾッとするんですよね。ゾッとします。まあだけどゾッとする時には何をすればいいかっていうと、逃げちゃダメなんですよね。より頑張って組織を強くし、そして活動量を増やせばいい。だからまあその話どっかでその音声が出てくるのかも分かりませんけども、頑張らんといかんなと思いました。それじゃあ皆さんどうぞ良い一日を。いや本当に未来の若者、今もそうですよね、被害を受けておられる方々、これ宗教2世って言ってるけど、これ宗教とまくくっていいのかっていうふうに思いますね。昨日山尾しおりさんがすごく大事な論点を言ってましたね。まあそれについても
少しもう今山尾栞さんじゃないですね、名字が変わっておられます。じゃあそれは B でお話をしたいと思います。それじゃあごきげんよう、良い一日を。